まず一つ、私に太ったとか肌荒れてるとか絶対言わないこと。もし言ったらお前のあだ名を短所法受けて呼ぶ。出会って2年くらいが経つ、あんまりよく覚えてない。だって付き合って何年経ちましたみたいなアプリ、気持ち悪くて入れたくない。気にならないほど好きなの、どうも思わないんじゃなく楽しい。きっかけって意外と開かないよね。どうしてこんな奴と出会ったの。長く続くなんて思っても長かったよ。私でよかったのかなって思ってたけど忘れた。何気に疑うまいとこ、男性ホルモン溢れてるとこ、ガリガリよりちょいムキムキなとこ、割と体の毛は少ないとこ、たまに人見知りが出るとこ、たまにこっそり甘えてくるとこ、優しいおもろい全部含めて好きだけど、悪い点は足が臭いとこ、金使いすぎるとこ、チンコ小さいとこ、気が少し弱いとこ、全部許せてしまうよ。バカップルは嫌だって言ったけど、傍から見たらきっとそう思われてるよね。完全ブーメラン刺さってるよね。周りに嫉妬してた私が幸せに変わったのだけ確か。喧嘩もなくて仲もいいまま、なんでか怖くて心配になるよ。このいつかが終わらないように、私だって気を使う、保てるようにするから、お前も気を使え。でも親しい中に礼儀はいらない。高級料理はおごらなくていい、ファミレスのパフェでも嬉しい。お金とか、うん、顔がブスとか、そういうとこに本当の好きはないよ。少ないとこ、たまに人見知りが出るとこ、たまにこっそり甘えてくるとこ、優しいおもろい全部含めて好きだけど、悪い点は足が臭いとこ、金使いすぎるとこ、チンコ小さいとこ、気が少し弱いとこ、足が臭いとこ、金使いすぎるとこ、チンコ小さいとこ、気が少し弱い。